どうもゆうたでどうもピオキングです。今日はこのコースやっていきたいと思います。グユーライクトロールということで、あなたはトロールが好きですか？まあ僕のチャンネルの主流と言っても間違いではないトロールコース。大嫌いだね。なんでいつも自分を苦しめながらこんなコースをやっているかわからない。なんて言うんですかね、こういう現象。まあそんな冗談はさておき大好きですよ。で、暑いからちょっとエアコンの温度下げるわ。このコースで気になったきっかけっていうのが、日本人の有名なトロール制作者さんが結構やっててるんだよね。それでめちゃめちゃ気になって、まあ僕は X で見つけたんだけど、あのフフルさんがリツイートしててただからやっていきたいと思います。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.45%。 なかなか低いクリア率だね。制作者さんの名前は朝飯跡さんって言うんだけど、僕からしたらこんなコース夕飯跡だよ。さあ始まった。速攻で手書きの子がもらったね。あ、これ手書きの子取っちゃいけなかったんじゃないの？あんなそこをかわせるわけないか。開幕手書きの子、開幕初見殺しがめちゃめちゃ早い。でも僕こういうの好きだよ。まだまだ早いテンポで僕を騙しに来てくれ。このハテナブロックはなんだ。オープニングはもう終わりにしようじゃないか。このハテナブロック叩くことで何かが変わるっていう感じはなさそうだな。じゃあ下に行ってみようか。オンオフが変わったよ。このオンオフどうやって変えることができるのかな。いやまだ救世主あるよ、このハテナブロックで。燃える、もう全て分かっちまする。この魚を踏むじゃん。そして上の隠しブロックを叩いたらオンオフが変わるっていうシステムなんだよ。一旦出しておこうか。このバブル、そこら辺をさまよい続けたろ。そしてこのオープンは何をしてくる。何もしてくるな。左を進化しようか。左を進化したらつららに当たらない。オッケーオッケー、キノコが出てくるのね。さあ扉に入っていこうか。上のブロックも叩いておけばよかったかな。でキノコがもらえて、ここもノンノン。オーマイガー、キノコを取った瞬間隠しブロックを避ける。しゃがんでおけば大丈夫。ちょっと右側にずれておこうか。この辺でキノコを取ってしゃがちゃんすれば大丈夫。そして右、あやべこれ右下行けんくね。いやこの上に行くことはできないよな。絶対に挟まれると思う。頼む、隠しブロックがあってくれ。そこじゃねえよ。ここは右出しでいい。キノコも取らない。多分これで先に進めるようになるんだろう。実はね、このコースやる前別のトロールコースやってたんだけど、そのコースボツにしちゃったのよ。聞いてみんな、先に進むじゃん。そしたらヒントって出てくんのよ。まあまあよくある話じゃん、トロールコースでヒントなんてさ。でその次もヒント、でその次もヒント、でその次もヒントお前ふざけんなよって思ってさ、だから見てるみんなが飽きるかなと思ってやめました。ここヒントくれよ。パクパクしてんじゃねえ。うるさい、もう少し静かに実況できないもんですかね。とかなんとか言ってたらまたコメントで、ビューキング静かに実況できるわけないじゃんってくるんですよ。僕だって静かに実況しようと思えばできるんだからな。貴様本当にただうるさいやつになってるって。で右の氷どうしようか。一旦右まで進んでみる。そしたらバブルが落ちてきたね。そんくらい余裕なんだよ。じゃあ左のフラワーは罠っていうことなんじゃない。砲台が落ちてくるみたいな。どうだ、ほらほら朝飯前くさ。そういえばさ、古いかもしんないけど、エモいっていう言葉をうまい具合に使いたいんだよね。そのエモいっていう言葉ってなかなか使う機会とかないじゃん。ロールここエモくない全然エモくねえよ。あ、これ先に進ませてくれるんだ。ありがてありがて。そしてここは鉄球で壊れてない。バッカパッパパラパラパラ。ここは一番右で敵が出てくる。左は叩かないパックが出てくるからね。そしてこの上に行って、この上は敵が出てきて閉じ込められましたけど、あのキノコが何かしてくれるかもしれない。なんもないかい。私の声が聞こえます。やっぱ知らないだけで神トロール制作者っていうのは埋まってるもんなんだな。でもこの上は絶対行かないよ。この辺オープンブロックとか隠れてんじゃない。バグを使ったらさで上に行って閉じ込められますみたいな、そういうことはないな。え、今なんか発動したよ。キノコ様があんなところにいるけど、いやいや取らなくていい。キノコを取ったらこの下に行けなくなるもんね。だから上は不自然すぎる。このドアに入ることが正解だ。そうだろ。違いますよ。え、全然意味が分かんない。あのキノコを取るじゃん。そしたら右下に進めくなるよな。まあ、いや一旦取ってみようか。このキノコを取って、さっきと違うじゃねえか。待て待てキノコ様お前はちゃんと仕事せ。はい、もう分かったよ。上に行ってすぐ下に行く。そしたらキノコ様が出てくるんだろ。待て待て食っちまそりゃしゃ、これでやっと先に進んだね。うわ、絶対下穴があるんじゃない。だから左を進歩。
うわ、ここは下が見えないパターンか。どこに穴があるかわかんねえな。一旦押してみようか。あー、いや、こう言ってここは下行く、そしてオンオフをしないで右に進む、絶対にどっか落とし穴あるって。ゆっくり行くよ。もうちょっとリアクションの準備しかしてないからだ。すぐにツタに捕まろうか。でもツタに捕まってもなんかされる予感しかしない。大丈夫か。そして右に行く。いや、もうこっから絶対落ちる。もうまた落ちるリアクションの準備しかしない。バカにするのも大概にせんか。というか、すごく中間ポイントが欲しいわけなんですよ、バク。わかるかな、この気持ち、朝飯前さん。朝飯前だから作ってなかったのかな。朝飯後に作る予定だったのかな。この先行ければ中間ポイントがあると思うんだよね。一旦このまま先行ってみる。ここは落とし穴はないみたいだ。じゃあここでファイヤーバー、どっかに出てくるよ。左か右か、準備だけしておくぞ。右左どっちだ。左に行けませんね。もう分かったからね、ハテナブロックを叩く。で、この場所でフラワー取るでしょ。次は右とかそんなことはないよな。で、こいつを倒してもう一回オンをして右に進めるぞ。オーケーオーケー。さあ、中間ポイントを僕に送れ。頼む。あったよ、この中間ポイント取れる。いや、オンオフがあったよね。オンオフがあったから、このオンオフをすることによってゴール。え、これゴールできるんじゃない。え、思ったよりめっちゃ早かったね。すっげえ楽しませてもらいました。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースはこのコース。30秒でクリアできる一画面騙しコースということで、さっきのトロールが短かったからこれを追加でやっていきます。で、これチャレンジ数やばくない？7007人してるんだけど、まだ誰もクリアしてないのよ。ということは世界で一番難しい一画面騙しコースと言っても過言じゃないね。で、説明文に今回は一画面の騙しコースを作ってみました。一画面だけど少し謎解きがあるので頑張ってクリアしてみてください。このコースはすぐにクリアできます。かっこ大嘘って書いてるからめちゃめちゃ難しいんだと思うよ。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.00%。 やっぱやめようかな。クリアできる気がしねえな。クリア率 0.00% とかで、ゴール条件がコインを1枚取ってからゴール。これ危ない。すぐ右に行こう。左はダメっていうのが分かった。ここも隠しブロックがあんのね。じゃあどうすればいいのよ。右ギリギリでガリガリを避けるみたいな。なに殺意高すぎないこのコース。じゃあ一番左寄っていこうか。ここで魚を避けれる。魚でももう分かったよ。一番左行く。そして魚を撃ってきた瞬間ジャンプで避ける。いやこのポーズに殺されるよ。みんな助けてくれ。ジャンプで右に避ける。落ち着こう。隠しブロックを叩いてすぐ上に行く。そして次もあるんじゃない。あると思ったよ。で、ツタが出てきたね。あのツタに登っていけっていう感じなんじゃない。おまー、さすが世界一難しい人画面騙しコースだね。めちゃめちゃむずいね。全然クリアできる気がしないんだけど。この上に行けばいいのね。オッケーオッケー。邪魔するな邪魔するな放題も。そしてこの右上に行ってオンオフできませんけど。右のオンオフはフェイクか。一旦さ、右のオンオフできないか試してみる。ここは魚で、左も魚。ここ全部隠しブロックかな。あ、ここないのか。で、この上はバブル。はいはい、もう分かった分かった。ここは来なくていいエリアだ。じゃあどうするかっちゅう話を。一旦右下行ってみようか。右下に行けば何かあるかもしれない。お前邪魔するな邪魔するな。お前毒キノコ、お前来んなって。うわ、危ない危ない。で、この右下に何かあると思うんだ。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ナイン、ビゴー。もう分からんばい。ここに隠しブロックがあるとか。あー、はいはい、この上に行けっちゅうことか。オーケーオーケー。ちょっとずつ行き先が見えてきてるね。で、あ、これがコイン。え、違うの。いや、コインがないんだけど。で、右下行ったらいけないでしょ。え、どこにあるこのドスンは。一旦反応させておこうか。あー、絶対隠しブロックだよ。どっかに隠しブロックでコインを隠してるパターンだ。一旦ドスン落としておこうか。それでコインが降ってくるとかそんなことはないもんな。で、この毒キノコを出してもこの上にはいけない。この辺探ってみる。隠しブロックでコインを出てきてくれ。もう思いっきり左にジャンプしてみようか。それ以外にない。やった、来た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 、攻略を見つけたぞ。もう分かっちまえばこっちのもんなんだよ。ここで思いっきり左にジャンプしてコインを取っていく。こっからよ。こっからちゃんと戻れるんだから。うわ、あの時キノコ邪魔くせえな。いや、時キノコ一旦右行ったね。こっからゴールすれば大丈夫なんだ。やったよっしゃよっしゃよっしゃこの
の超低クリア率のコースをクリアした1号になれました。ぜひ高評価チャンネル登録お願いします。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、ユースフルネスオブサイドウェイススプリングスということで、横バネは実用的っていうことなんじゃないかな。でこの制作者さんはね、ちょっと変わった面白いコースを投稿してるのが多いんだよね。一つ一つがマジで面白いの、ぜひおすすめの制作者さんです。でその制作者さんがバネに関するコースを出してまして、これはやるしかないなと、ビオキングイコールバネみたいな、なぜかそんな意味わかんないイメージが疲れてる僕なんですけど、だからやっていきたいと思います。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.7% で、サムネを見た感じだったら USA とバネとドッスンがいたから、ドッスンからオンオフされるのを防げっちゅう感じなんじゃないかな。多分サムネの見たままだったらそんな感じだと思うんだよね。だからこのバネを持ってオンされるのを防ぐ。いやー、やっぱそういう感じだよ、オンされたらこれ落ちてしまうもんね。だからここも防ぐ。いや、こういうのめちゃめちゃ楽しいよ。でこのドッスンも防ぐ。お前早いな。どのドッスンがパラシュートついてるかついてないか分かんないもんな。そして次は、あのバネを持ってすぐ右に投げるということなんじゃない。くっ、おっ無理だろそれは。テレサだったら当たんな。あ、一旦この上に乗っておいて投げればいいのか。はいはい。そして次はどうすればいい。左に投げればいいので、ナイス反射神経。そしてこのバネを持って、ここも左、ここは簡単。うわ、スネークブロックが出てきた。このスピードもうマジでどうすればいいか分かんない。どうすればいいの。こん投げる。いやー、助けて。そういや、よくコメントでさ、僕の動画は謎の中毒性があるっていうコメントもらうんだけど、いや嬉しいよ、嬉しいけど、謎ってつけるな、謎って。なんでこの動画が面白いかわからないって言ってるようなもんじゃんか。バネを持ってくるな。ここちょっと難しいね。バネを置く、そして上に行けばいいのかな。オッケーオッケー。そしてこのバネは踏んでいい。で次どうすればいいの。このバネもう回収できないよ、回収できないけど、このまま先に進めちゃってないね。理解するのにちょっと時間がかかるわこのコース。でこっからどうするかよ。ボーンを刺しちゃいけない。そしてこっからどうすればいいの。あ、ここで入ればいいのか。いや結構簡単だった。まあまだまだ続くとは思うんですけどね。さあ中間ポイント。でまた同じような感じなんかな。どうすオンオフさせるなみたいな。なんか雰囲気違うけど。あ、まだまだ続くのね。こっから本番開始っていう感じなんじゃない。で次はオンオフはない。これどうすればいいの。全然意味が分かんないけど、このドス防いでおく。これ全然余裕なんだけど。何ここどうすればいいの。ちょっと進んでってみようか。マジで困惑してて、もうどう実況していいかも分かんないんだけど。さあオンオフ。いや絶対ね、このままゴールさせてくれないと思う。なんかあるんだよ絶対に。ここもオンオフしてらダメで、このまま上に行けっていうことなんじゃない。でこの上行けませんけど。あ、はいはい、分かった。ここにバンがあるってことはドッスンを持ってこいっていうことなんかな。ってことはよ、このドッスンにバネを当てちゃいけないっていう感じだと思うんだよな。あ、だからここに矢印があるのか。なるほど。そしてこれどうすればいいの。ここにバネ置けばいいのかな。やめてー。もう完全に理解した。ここは一旦乗ってここにバネを投げる。そして次はどうすればいいんだ。このバネは左に投げろって書いてるんだ。なるほど、ドッスンが連れてってくれるのね。そしてこのバネはどうすればいいのかな。無理だって、そんなたくさん無理だって、やめてよもう。まあ生き延びたけど、これちょっとやり直そうか。あのつららんところが全然わかんない。ここは、あ、隠しブロック、あ、隠しブロックあるのか。後ろから行ってやるぜ。いや本当に楽しいこのコース。もうね、楽しいとか面白いとかいう言葉で片付けちゃいけないと思ってる。ユニークなコースですね。とてもすごくやってて新鮮な気持ちになりますね。ここ矢印右って書いてるけど、こっちでいいのか。で、あ、これ落とさなきゃいけないのね。どうすんこっち来て。お前行き過ぎだろ。パラシュートどこやった。ここのバネは早めに右に投げる。そしてこのリュック落とさなきゃいけないのね。で一回でもさ、どうすんバネに当たったらパラシュートがなくなるから、でここオンオフしてこのバネを捨てる。で次はどうすればいいの。このオンオフはしないでもいいよな。したらダメだと思う。あ、なるほど、この地下ブロック捨てる。あー、なんでちくわ落ちたの。もうこれでクリアできるんじゃない。ここのちくわブロックを2つとも落としておく。そしてここ全部捨てなきゃいけないんじゃない。やっべ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 、これ左行って、え、なんだなんだなんだ、お前何やってバグんだって。なんだその動きは。ちょっと集中するわ。ここでちくわブロックを2つ落とす。そしてバネを早めに3つ投げる。オーケーオーケー。でこっからよ、こっからどうすればいいんだろうな。バネ持つ。でこの方で、あ、ここで食べちゃんなんじゃない。よーしよーし。
いやこれで絶対ゴールだと思うよ。チェックポイント1って書いてたの説明文に。ありがとう THX、 一キャップはいらねえよ。さあゴールのお出ましなんじゃない。いやほんとね、これからのコース、あ、こんなマリメがあるんだねっていう感じのコースが多いから、ぜひおすすめです。どうもありがとうございました。